アコギと俺らの声だけで勝負したい。かしこまり、その日限りのものにできたらいいなっていう、うん、4つ目トークテーマ何いきましょうか。何なんすか。何て書いてあるの。スペシャル、え、ライブ当日のスペシャルセッションについて。ああ、つながった。そうですよ、ライブ当日なんかやりたいね。やりたいですよ、うん、やっぱりこの今話出てましたけどね、うん、歌へのアプローチがまあ正反対というところで、うん、多分声質とかも全然違う。そうね、うんですよ、うん、はい、あのいろんな僕ボーカリスト聞いていろいろ研究するの好きなんでね、うん、研究してますけど、金広慎吾と僕の声が混ざって一番よく聞こえる曲って何でしょうっていうね。何考えたと。考えてなかった。いやそれ何やろうってめちゃめちゃ僕もね、うん、何やろうってまだ決まってないじゃないですか。決まってない今の段階でね、まだ決まってないですけど、うん、これ何やろうかなっていうのはすごい思いますけど、でもやっぱりこうアコギ2本、おあなたのアコギと私のアコギ、ゆずゆずどっちがどっちみたいな話になるやん。ゆずかチャゲアスか、ゆずかチャゲアスなんでそんな俺らだけが喜ぶやつ、お客さん何も喜ばへん。いやそうですね、だからカバー曲はやりたいですよね。なんかこうアコギでやってみて、うん、カバーでなんか俺ハモってみたいなの、金色の、高めの声に下ハモでのアプローチっていうのは絶対やってみたくって。なるほど、まあ、そういうのって結構いろいろあるやんか、うんうん、男同士で歌う曲でも、まあ、そういう下ハモ系、下ハモ系やりたいわ、ね、だから例えばあれやな、そう、まあ、奇跡の星とかな、あ、桑田佳祐のよく友達に歌わされるよ俺。そうやろ、俺もよくあのどっかの社長連中に歌わされる。ああいうのとかね、ハモらされる。そうだね。そうそうそう、ハモってハモってみたいな、そう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 、ああいう感じのやつとか、うん、まあ、お互いこう出るところちゃんとソロパートがあって、うんうん、サビではバーンみたいなハモリが来るような。確かにユズもチャギアスも上ハモリだもんね。そう、上ハモリ。確かに。でもな、声質的に、なんか金広の声と俺の声を混ぜて気持ちいいので、金広が主旋の高めで歌っていて、多分下ハモが俺が入るのが一番気持ちいい形だと思うよ。いろいろ考えたけど。俺も結構ハモリ好きだよ。うん、あ、本当。まあ、だ入れ替わったりね。そうね。入れ替わり立ち替わり。やりましょうか。みたいな曲を、うん、ちょっとなんかまあ一曲カバー曲選んで、うん、でもちょっと金広の曲もちょっとやりたいなと思ってて、なんか。あのグドモの曲というか、まあ、金色は弾き語りでやってる曲とかもまああったりするわけやんか、そういうのとか、例えばまあ俺らの曲、うん、俺らの曲をあのアコースティックアレンジにして、めっちゃ曲数増えてない、3曲ぐらいやること3曲ぐらい3曲ぐらいやることになるかもしれんけど、いい、うん、まあいいと思う。だからお互いの曲とお互いが歌いたいハモリのある曲みたいなのをこれちょっとちゃんとしっかり話し合って、いや、これこの場で決めなきゃいけないってこと。いや別に全然大丈夫だよ、ね、あれちょっともうじっくりじっくり、 I love you 助けて、 I love you が好きなのよこの人。あれやりたい。 でジャミロクワイの動画見ながら、うん、森くんこういうとこに行けばいいのにってずっと言ってたなあ、2人でジャミロクワイのライブ映像をずっと見ながら、そうそうそういうのいいですね。アイアイラビューとか、まあ金色の曲あれ好きなんだよ、金色のバラードとかで、まあ、うん、ちょっとこれはまあ考えて、お互いの曲となんかこう俺らの世代の、うん、なんかバチッとハマるカバー曲を一曲。なんだろうね、カバー曲。え、15分ぐらいこれやっていいの？これあのスペシャルセッションの部分って。いやそれこそなんかさっき金色くんが言ってたけど、うん、本当に童謡みたいなのを二人で歌うと。めっちゃ面白いねそれも。やってみる。っていうのは感じた今。やってみる。俺が二人で第一三章やる？なんでそんなことお客さんどんな顔で聞いてるお客さんも歌えな、ね、なるほどね、そういうカバーの仕方もありかもね、 J-POP というか、それ面白いな、それはこぎでねちょっとやってみてっていうのは確かに確かにありかもしんないね。ありあり、あちょっとこれはでもいいね、なんかそういう童謡系の曲とお互いの曲1曲とか、まあ、1曲まではいかんでもいいけど、まあ、例えばワンコーラスずつとかでやって、うんっていうのはちょっとあれですね。でも本当にまあこだわりとしてはもうアコギと俺らの声だけで勝負したい。かしこまりっていうところですから、
これはもうちょっと楽しみやね。どういう風にしようかな。いやちょっと考えましょう、これしっかり考えましょう、この動画界で考えますから今決めろって言われたらちょっとあれですけど、まあちょっと動揺ありやね、確かにね、ありあり、面白いよそれは。ふるさととかなんかちょっとなんかいいかもしれんもん、なんか今イメージが湧いた、うん、ブワッと、これはちょっと楽しみですね。これだから当日しかやっぱ見れないっていうところにやっぱり、ね、うんうんうん、ね、注力してやっていくので、こんなこと喋っててもしかしたらボンジョビとかになってるかもしれない。そうだね。ってアコギでね。もう全然ボンジョビのいいとこ全部消えちゃってるみたいな感じになってるかもしれないしね。そうそうそう、まあ、それは分からんけど、ちょっとまあそこはしっかり考えて、うん、まあ、こだわりがあるとしたらこの声と声、うん、アコギのアコギとアコギっていうこの2本のみでね、そうね、成立する何かを皆さんにお届けできればなという、うん、これはもうしっかり僕ら2人でミーティングしますよ。はい、見てみましょう、酒のもの見ながらね。そうな久しく飲んでないから、ね、飲んでないな、ね、全然、まあ、お互い忙しいですからね、まあ言うてもね、だからまたこれはゆっくり、はい、2人で話し合ってスペシャルな内容、うん、まあ見てくれる皆さんにね、そうな、最高のものでありながら俺たちがエゴでやりたいものっていうこの両立を目指してね。ボンジョビかエアロスミスだな。 なんでだよ聞いたことあんのか、ボーカル2人集まってボンジョビ歌ってる、聞いたことあんのか新しい、どっちがボンジョビってなっちゃうボンジョビボンジョビボンジョビみたいなことになっちゃうはい、まあそういう感じで、はい、まあ当日のスペシャルセッションもね、はい、楽しみでございます、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。で最後にちょっとまた改めてですけど、その当日、はい、子供を迎えての安堵に向けてちょっと2人で気持ちを、はい、いただけると、はい、もう本当に、うん、天狗祭、はい、そしてシリウスツアーにも呼んでいただいたりとか、楽しかったね、熊本ね、楽しかった、うん、あのおかげでな、ハッピージャックで、うん、ハッピージャック出てな、うん、めっちゃお客さん来てくれて、あ、よかったね、もうそれはもう子供のおかげやから、うん、やっぱりその俺の中では結構アンドっていうそのオーウエストでやるイベントは結構グドモへの恩返しがしたいという気持ちもあって、まあプライベートでは仲いいし別に上下関係なんかなくね、俺ら一人間同士で接してるけど、だからバンドってなるとまたね、俺らお互い本当にプロ意識持ってやってることやから、まあ恩は返したいというかね。でそれでいてやっぱこう俺らがもう楽しいものをね、皆さんに見てもらえるようにしたいなというふうに僕は思っています、うん、はい、なんかまあせっかくその、うん、フラチが用意してくれた番なので、まあ、単純に八王子を渋谷に持ってきたいなと、あ、そうだねそうだねいう感覚ではあるんですけど、うん、まあ楽しむのはまあもちろん、うん、まあ、むしろまあ楽しいの前提なので、うんうん、まあ、そこからもっと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 っていうのを貪欲にできるとこまでまあ突き詰められるイベントかなとも思うので、うん、まあ、それはこれからちょっと喋って、まあ、その日限りのものにできたらいいなっていうのをちょっと思っております、うん、ちょっとだけ思ってます。なんでやねんだいぶ重いはい、そんな感じです。はい、はい、はい、OK でーす。ありがとうございます